いただきまっちょ、歌わせていただきまっちょ。皆さん知っておりまっちょ。しおたん、はい、この5曲の中で最も思い入れる曲ある、何ですか？そうですね、やっぱり大名バッピーの過労ですね。やっぱそうですよね、うん、今回フルで弾かせてもらった大名バッピーのっていう曲はね、イタリアの曲ですかね、イタリアの曲ですね、有名な、最も皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか、大名バッピーの過労、ダダ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 ダオペラっていうか声楽を始める人たちが絶対最初に歌う曲たちで有名な、僕も歌ったことあります、カーレムエグはカーちょっとやらせてください、うん、カー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 、悲しい音じゃないですかカーカーロー、そう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 、カー
Learn to love each other. あ、俺だよ。っていう感じでね、僕もカーロムーベは大学の、ね、授業で歌わせてもらってね。あ、そうなんですね。この曲僕が歌うともうクラスのみんなは机に伏せていたのを覚えてます。授業中笑ってはいけないでね、やっぱ先生に怒られちゃうから。人が歌ってんのに笑ってはいけないってね、やっぱね先生は言ってたんだけど、人がこんだけ真剣に歌ってんだから、うん、でもみんなは机に伏せて見ないようにしてましたね、笑わないために。まあこの過去、当然の話を。いや僕もね、懐かしい曲なんですよ。他にも、ね、セントネルコーレも結構ありました。ありました、これセントネルコーレチェルトだ。ここが怖い。そう、向こうのチェルトでみんなも伏せましたよね。懐かしい。まあこれ僕も結構歌って、僕もオペラ結構ね、やりたかったから、歌をやりたかったから、僕も結構歌ってたんで。そうなんですね、うん、そう、しおたんの歌を聴きながらちょっと思い出してましたよ。いや、かなり楽しい感じのね、歌ができたの で、今回、東京からわざわざ岡山に来まっちょ。ありがとうございます。ちょっとね、本当にね、もうキツキツのプランで、さっきもね、合わせて収録をしたんで、もう本当に全部一発撮りで全然時間がなかったのでちょっとね、おみくじしことはあったかもしれません。しかし、ね、また次回また練習して撮り直そうね。そうだね、うん、さらにもっといいものをね、うん、提供していきたいなと思ってるので、やっぱりね、どんどん成長過程をやっぱ皆さんにね、うん、見せていきたいなと思ってるからこそ、うん、今回こういう一発撮りという形で狙ってね、よかったんじゃないですか。でもそれはそれで、恥ずかしかった。恥ずかしいですね。いや、久しぶりの仕事で、結構お互い少し最初は緊張してたんですけども、まあ、全然撮影を入っていくうちにすぐもう打ち解けちゃったというわけで、音楽のパワーですね。さすがもう Music is their best friendWhat's happened? 今回しおたんとは結構僕のチャンネルの方では音楽をメインに撮ったんですけども、それ以外にもかなりしおたんとね、飯に行ったり岡山でそのね、観光したりもしたのでね、ぜひともしおたんの方のチャンネルでたくさん動画が上がると思います。ぜひともそちらをチェックしてみてください。概要欄の方に貼っておきますので、お願いします。ここまで見てくれてありがとうございまっちょ。ありがとうございまっちょ。よければチャンネル登録グッドぜひよろしくお願いいたしまっちょ。絶対にしおたんの方も見てくださいね。プロタンさんやゆうたさんとコラボしたりとかする最強のね、もうしおたんなんでね、これからが楽しみです。ここまで見てくれてありがとう。バイバーイ。バイバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押せて、なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソゾマッチョ、マッチョますますボーイ。マッチョ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 。マッチョが大好きで。すごい、これホルテックのピアノすごい、生で見てめっちゃ感動、綺麗。先生棒読みですよ。あの普通素ですね、これ。あ、先生なんか弾けるんですか。先生失格ですね。ありがとうございます。ちょーなんならチャンネル登録してね。見てくれてありがとうね。よければグッドを押してて。なんならチャンネル登録してね。見てくれてありがとう。